広島カープさん、阪神に一歩届かず敗北で2位確定ならず。うわあ、負けです終わりました。及ばなかったか。敗3位確定お疲れ様でした。新井さん泣きそうやん。ああ、あと1点やん。カープらしいな。こいつらどんだけ横浜行きたいんや。打線は珍しく頑張ったのにな。小園であかんならしゃあないな。小園でダメならしゃあない。まあ結局勝てばええ試合で負けるんやわ。わかりやすく上本のせい。あと1点なのに、これで3位なら笑いものやん。上本とか後の間とかもそうやけど、いつになったら若手2年目みたいな雑プレイ直してくれるの？選手の皆さん関係者の方お疲れ様。そもそも上本のサードの守備はあかんのわかってることやからな。使った方が悪いとも言える。カープは2位はかなり珍しいんやっけ。やっぱり重要な試合は勝てなかったわね。今日に関しては全部が悪かったわ。まあでも最後の大声援と追い上げは良かったわ。ほなまた2週間後に。最後サクサクじゃなかったし。まあ3位だったらそれはそれで関東のファンが喜ぶし、追いつかない程度の反撃に意味はないしな。できるならもっと早くやれってだけで。日本一と同じくらい2位にもなってないんやな。どんだけー。カープの順位かかってる時の異常な最終戦の弱さは藤の病か見ていき、今年の負け試合で一番勝てる試合っていつやったんやろ、とか思ってしまう。CS 松田逃したらいくら損するんやろ。補強費が、まあ CS 自体に出れるだけ2019より何倍もマシやしな。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。